この時間はお電話でお話を伺います。日本証券業協会政策本部広報部長の栗原大輔さんです。栗原さん、こんにちは。こんにちは、どうぞよろしくどうぞお願いいたします。今日は協会が進めております広報活動、中でも新社会人を中心とする20代に向けた広報活動、力を入れていかれるということなんですが、今日ご紹介いただく広報活動でどういった背景で実施することになったのかと、この辺からお話をお伺いできますでしょうか。はい、承知いたしました。私たち日本証券業協会ではですね、投資家の裾の拡大のため、多くの人に証券投資に興味を持っていただけるように、さまざまな広報活動を行っております。はい。新生活に向けた準備をされるという方がですね、多いこの季節でございますし、そうですね、ご自身のお金の在り方について考える機会もですね、多くなるのではないかというふうに思ってございます。で、本協会ではですね、こういったその生活環境が変化するこの時期をですね、一つのターニングポイントというふうに捉えました。はい。で、中でもですね、この4月に社会人となる方はお金に対する意識が大きく変わるタイミングではないかというふうに考え、新社会人を中心とする20代をターゲットとした企画を実施することになりました。で、今回の広報活動ではですね、多様な価値観に敏感な若い世代がですね、未来に向かって自分の好きなことを実現していくためにはどんなふうにお金を使いたいか、そのためにはいくらお金が必要かと、こういったですね、身近な観点からお金について考えるきっかけ作りを目的としてございます。はい。で、お金について考えると言ってもですね、何から始めていいのかわからなくて、ハードルが高いと思います。で、お金をですね、そういった意味で身近なものというふうなものに関連づけて楽しんで見ていただくことが今回のポイントであるというふうに考えまして、企画の内容もですね、若い方々に親しみやすいものというふうにしてございます。でも最近若い方の、ね、投資意欲っていうのがだんだんこう、明らかになってきましたので、そうですね、ちょうどいいタイミングでございますね。はい、本当ありがたいと思っております。はい。さあ、はい、その具体的な広報活動の内容なんですが、どんなことなんでしょうか。はい。本企画ではですね、投資ハイスクールというふうに題したサイトをオープンいたします。どっかで聞いたことがある。そうですね、はい。はい。名前を聞いてですね、すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、とあるですね、有名予備校を企画のモチーフに据えてございます。はい。で、証券知識普及プロジェクトのですね、マスコットキャラクターでもございます投資くんというですね、うちのキャラクターがいるんですけど、その仲間たちがですね、予備校の講師に扮しまして、お金にまつわるさまざまなテーマを英語、物理、数学などの授業を模して、取り上げます。で、ウェブ上で繰り広げられますユニークかつインパクトのある授業を通じてお金に対して身近に向き合うきっかけを提供したいというふうに考えてございます。はい。で、動画はですね、全5回予定しておりまして、それぞれ1分程度の長さになります。で、授業の内容は預貯金と投資の違いから、証券投資の基本である長期分散積み立ての原則、またNISA制度の紹介まで幅広いテーマを気軽に見てもらえるものというふうになってございます。で、各授業ではですね、講師の名台詞についても注目していただけたらというふうに思ってございます。なるほど。またですね、動画の他にもお金にまつわるさまざまなエピソードをですね、合格体験記ということで、紹介するコンテンツも用意してございます。証券投資をすでに始められている方のお金に対する意識が変わったきっかけだとかですね、若い頃のそのお金の失敗談などですね、さまざまなエピソードを掲載する予定としてございます。で、合格体験記には365日株主優待でおなじみのプロの将棋、棋士のですね、桐谷さんにも、人生の先輩としてご登場いただきます。ご自身のお金や証券投資に関する体験談をインタビュー形式でお話しいただき、その様子を動画でですね、紹介する予定となってございます。その他の授業についても教えていただけますか。はい。まず物理の授業ではですね、72の法則について説明いたしまして、預金の金利について解説していきます。で、数学ではライフスタイルの方程式と称し、日々の生活にかかる必要経費を取り明かしていきます。また英語の授業では
分散投資について有名な投資格言とともに紹介して、地理の授業では風向きの説明になぞらえて少額投資の解説も行います。現代文の授業ではですね、テレビなどでもおなじみの例の名言とともにですね、NISA についてお話をいたします。非常に身近な、テーマからその各事業が展開されていると、はい、こういったふうにお見受けしますが、はい、いつ頃から開講される予定なんでしょうか。スケジュールちょっと教えていただけますか。はい、承知しました。特設サイトを設けるんですけれども、その特設サイトはですね、4月下旬に公開予定してございます。またですね、特設サイトの公開と同時にツイッターや YouTube などの SNS でデジタル広告も配信する予定でございます。今後ですね、この企画の情報につきましては、日証協のウェブサイトや SNS などでですね、随時情報を発信していく予定でございますので、ぜひですね、チェックしていただければというふうに思います。日本証券協会のウェブコンテンツ充実しているんですが、その他のウェブコンテンツもありますよね。ちょっとその辺を教えていただけますか。はい、承知しました。本協会のウェブサイト、投資の時間というのがございますが、はい、そこにはですね、投資未経験者の方でも分かりやすく金融や投資について学べる情報がたくさん掲載されてございます。で、今回はですね、知って得する資産運用の基礎知識という講義動画についてご紹介いたします。こちらはですね、ライフプランや株式、債券、投資信託など12のテーマについて日証協の金融証券インストラクターが各10分から15分ほどでですね、解説したものとなります。ライフステージ別にかかる費用や株式、債券、投資信託といった各金融機関の違いやですね、金融商品の違いやですね、株式や、違いやですね、NISA や確定拠出年金といった制度についてまで深掘りしてご紹介しております。証券投資に興味のある方や金融知識をしっかりと身につけたい方という方にはおすすめとなってございます。で、これまでですね、日証協が主催したオンラインセミナーも投資の時間で視聴することができます。現在は全4回のセミナーの様子が公開されてございます。主に NISA エデットといったですね、金融制度について解説してございます。また視聴者の方から実際にいただいた質問もですね、金融証券インストラクターがお答えしてございますので、お役に立てていただけるのではないかというふうに思っております。金融のプロからお話を聞く機会もなかなかないと思いますので、興味をお持ちの方はぜひ投資の時間と検索していただいてですね、セミナー紹介のページをご確認ください。またですね、周りに証券投資を始めてみたいと、学んでみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお勧めいただければというふうに思います。はい、非常に分かりやすい動画コンテンツが並んでいるといったところですが、はいはい、投資君の投資サイトも、特設サイトですか、開設したそうですね。そうなんです。ストックボイスのですね、視聴者の方はすでにご存知の方が多いというふうに思うんですけれども、はい、先ほどもちょっとご紹介申し上げました、その投資君というものはですね、証券知識普及プロジェクトのマスコットキャラクターとしてですね、投資の経験や金融知識の有無に関係なくですね、多くの方に投資を身近に感じていただけたらという願いから生まれた、投資という語呂からですね、生まれた投資君というふうに名付けられてございます。で、投資君はですね、日本を代表する金融街である日本橋兜町の生まれでですね、10頭の兄弟や姉妹というふうなのがおりまして、そのすなわちですね、10ということと等ということで、あ、なるほど、語呂になっているというようなものでございます。これ何番目なんですかね。一応長男なんてそういうようなお話は聞いてございますので、その下にですね、はい、兄弟姉妹がいるということらしいです。はい、はい、で、投資の時間サイトの中にはですね、投資君のお部屋というページをまさにおっしゃっていただいた通り特設ページとして設けておりまして、そこにはですね、身近なお金のお話など、疑問に思ったことを投資君たちが紹介する漫画がございます。うん、で、最近ですね、ポイ活だとかサブスクなどですね、耳にされると思いますけれども、そういった言葉について、面白おかしく解説していきます。うん、で、またですね、投資君の散歩と
というコンテンツではですね、はい、投資君の生まれたその町でございます日本橋兜町界隈のですねおすすめスポットを投資君が実際に訪れて、紹介していくというものになってございます、うん、で日本を代表する金融街となっている日本橋兜町ですけれどもその意外な歴史についても知ることができるものとなっております。これはあの今渋沢栄一ブームですから、はい、これはいろいろ面白いことがありそうですね。ぜひですね、はい、ちょっとそちらとも絡めてあの投資家のことを忘れずにですね、そうですね、いただけるとありがたいなというふうに思っております、はい、であのその他にもですね季節に応じたコンテンツをあのこれからも随時紹介していくということになってございます。で、まあ、今年ですね2021年はそのまさに牛年でもありますので、あの投資君をきっかけにですね日商協の活動が少しでも多くの方に認知されるようになっていただければというふうに思ってございます、うん、はい、ありがとうございました。もうぜひね、はい、あの興味のある方は日本証券業協会の、はい、ホームページ覗いていただければというふうに思います、はい、栗谷さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。